おはようございます。いよいよ2018年も今日で最後になってしまいましたね。あっという間の1年間だったような気もするし、長い1年だったような気もするし、皆さんはどんな1年でしたか？私は5月の末にメダカを3匹スーパーの花屋さんで買ってから、アクアリウムの世界を YouTube でいろいろ見たりして、もうどっぷりハマってしまいました。メダカも気がつくと200匹以上に増えていて、どん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 水槽を買い足して、気がつけば今はいろんな魚もいますけど9つの水槽があって、毎日水替えとか餌やりとか、魚に始まって魚に終わるような一日を5月の末からずっと繰り返してきました。でもこのアクアリウムの世界に入ってとっても楽しかったし、また YouTube を始めていろんな方とも出会えたので本当に良かったなって思ってます。まだまだ初心者なので、いろんなこと皆さんに教えてもらいたいなと思いますので、来年もよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いお年をお迎えください。またね、また来年よろしくお願いいたします。